こんにちは、皆さん。イラン人のハイダーです。今日もペルシャ語の読み書きのレッスンです。みんな、最後まで見ててください。字の書き方、ちゃんと教えるんでとても面白いよ。OK。今日の言葉は、日々、なんです。良いですか？あなたは良いですか？という意味なんですね。英語ではこういう風に読みます。日々、右から左へ、か、わ、べ、え。また、下の言葉、英語で書いてあることを見ると、へは kh のことなんですね。そして vav がう、こちらはうの音がする。べは b、 三つ目の字なんですね。べが b、 そしてえが e の音なんですよね。気づいたらはが二つの言葉で書くんですよね、英語では。kh が h なんです。言い方ちょっと言いづらいんだよね、これ。日本人はちょっと言いづらい。その時は、はと呼んでも大丈夫、イラン人に通じるから。あんまり気にしないで良いと思います。でも熱心な日本人は、こういう風に一緒に練習しよう。は、は、上からなんですね。そして下は、口の真ん中、は、なんです。OK。この言葉のいろんな形、この G たちのいろんな形を練習しよう。OK。はから。繋いでいない形は、こういう風なんです。次は、最初に来る形。次は真ん中に来る形。メロンを売ってるらしい。まあ、いいか。今さらメロンかよ。もう。OK。そして最後に来る形。これです。次は、vav または u を練習しよう。この言葉は、場合によって、ニュアンスによって、u または v の音がする。気をつけましょうね。繋いでない形はもちろんこの形なんです。そして、裏から繋いでる形。最後の形なんですよね。この字は二つの形だけがあります。そして次の字は、べなんですね。英語の B。言葉の最初に来るときは、こういう形なんですね。真ん中に来るときは、こんな風になります。そして、言葉の最後に来るときは、こういう風です。まあ、とりあえず、下に点が一つがある。それを覚えましょう。点が一つ。下にね。そして、最後の字は、いえ、なんです。これも、vav と同じ場合によって、音が、いえ、または、いい、なんです。このいいは、言葉の最初に来るときは、
こういう形がします。気づいたらちょっとべに似ているんだよね。でも点が2つがあります。真ん中に来るときは、とかの真ん中は、こういう形です。そして言葉の最後に来る形は、これなんです。気づいたら真ん中の形、最初に来る形、家とべは全く同じなんですが、その点の数、下にある点の数が違います。べが一つで、いが二つなんですね。OK。次は、その書き方を覚えましょう。では、最初の言葉から、は、なんですね。は、です。そして、ちっちゃい形。こんな感じ。次は、を、または、う。そして、つないでる形は、もう一回。こんな感じですね。そして次は、べです。これ。そしてちっちゃい形は、つないでる形はこれです。そして最後は、いいですね。または、いえ。小さい形はこれです。二つの点ですね。で、字を書いてみよう。首、う、び、OK、気づいたら、こちらは、わがうの音、そして、いえがいの音があるんだよね。う、び、となります。もう一度。う、び、もう一つ。う、び、こんな感じなんですね、みんな。これが、ふびなんです。みんな、今日のレッスンはどう思いましたか？ぜひ質問があれば、聞いてください。あと、私はこのレッスンと一緒に、トレーニングのシーツも、あげるつもりなんですよ。まあもちろん普通のペルシャ語の書き方と、ナスタリフ、ペルシャ語の書道ってやつも、くれます。興味がある方は、ぜひお楽しみにしてください。次に、学びたい言葉があったら、ぜひ聞いてください。コメントに入れて、私次の動画にやるかもしれないよ。で、最後まで見てくれてありがとうございます。また今度のレッスン、会いましょう。